英時代の市大部、韓国の市大部、市大部は、中国の北宋以降で、家挙官僚、地主、文人の三者を兼ね備えたものである。春秋差市伝によると、襲大の身分制度は、王や各諸侯のもとに大部と呼ばれる貴族階級があり、その家臣として、死と呼ばれる階級があった。彼らは、優と小世全館の統治体制が、彼らは自らを、 集大の都市国家指導者層になぞらえて、次大部と呼ぶようになる。後世からは、豪族と呼ばれる階級である。義において、九本館人法が制定され、義神南北朝時代には、豪族和漢以来の決闘と文化的、貴族階級は、自分たちの地位を保全するために、貴族階級から外れた者たちを、諸と呼び、激しく差別して、政治の場から排除していた。 その後南北朝を統一した隋から家居が実施されるようになり、貴族でなくても官僚となる道が開かれたが、貴族階級は家居出身者を政権中枢の座から締め出した。しかし、当中期頃から経済の発展とともに信仰地主層が台頭し、彼らは指定から家居球台者を出すことで新たな支配階級を形成し始める。貴族階級は、 この対等に激しく反発し、牛利の闘争となって現れる。闘末期の戦乱の中で、伝統的な貴族階級は衰え、闘に代わって、公領を開いた、塩族に出自する、主前中の軍閥によって、実質的に滅んだ。その後の五代の戦乱の中で権力を握っていた、ものは、塩族や、北方遊牧民に出自する軍閥の軍人が、大半であったが、 彼らの軍事警察力の下で実質的に政務を取り仕切っていた者は、氷道に代表されるような信仰地主階級の文人であった。これが後の北曹の次第部の形成に至る。北曹を樹立した長教員は、五代の武断主義の反省から家級を大幅に強化し、軍事政策を定めた。それまで一回につき十人ほどであった家教級級代者が、 大祖時代に数百人まで増やされ、これら科挙官僚は三大新周期から実質的に朝廷を主導し始める。科挙は学識のみが問題とされる試験であるが、難度は非常に高く、求大するためには長年試験科目のはめ込みにのみ集中できる環境と、それなりの財産が必要とされた。このことから、主に戦術の地主階級から科挙求大者が排出する結果になる。 死大部が死大部と呼ばれる遊園は第一に学識である。過去官僚であることが基本であるが、過去に何度も落第した者は、郷里にて一族の子定などに教授して、過去の球大を目指させたりすることが多かった。また寛解を去った者も、郷里にて同じようなことをした。彼らも死大部の中に入れられるので、必ずしも過去官僚に限ったことではなく、過去を目標として、 学識を身につけたということが条件の第一と考えられる。第二に財産と地方での指導的立場である。財産と官僚としての特権などを背景に、次第部階級は地方官僚に対して口出しをすることがあり、戦術の加魚楽大社などは、郷里の子供たちに学問を教えることがあった。宮崎一貞は、次第部を官僚、地主、 商人の三位一体と定義している。彼ら次第部は、自らの学識を持って出資したという自負心からか、東大以前に比べて、自らの力を持って国家を支えるという気概を持っていた。そのことを表す有名な子として、半中炎の先友交絡がある。半中炎は後世に、次第部の理想像として仰がれた人物であり、この後の意味は、天下の憂いに先立って憂い、 天下の楽しみの後に楽しむという天下国家を自らが背負うという意気込みが現れた子である。そう四代、人宗期には藩中縁をはじめとして数々の名神と呼ばれる者が登場し、政界で活躍した。その様は手記によって僧名神原稿録に綴られている。また、次大部は文人でもあり、宋代に次大部たちが作った新しい文化の流れが多数。 生まれている。文学においては、王用おさむらの古文復興運動に現れる。古文運動とは、陸朝時代以来の46弁令体と呼ばれる文の美しさを重視した文体から脱却し、それ以前の質実剛健な文章への復帰を目指す運動である。関心においては、それまで多かった助上師から助辞子が中心になったことが挙げられる。これらは、市大部たちの より主体的でより理性的であるべしという考えから生まれたと考えられる。思想、学問においては、次大部のための新しい儒学の姿が模索され、様々な学派が形成された。その中で、より実践的な道学も誕生し、次大部が現実の世界で求められる像を求めてキ理が進められた。後に、道学は手記によって大成された朱子学によって、 代表されるようになる。しかし、その一方で、三年新地府、十万石化銀という詩がある。三年地方官を務めれば、賄賂などを取らない、精錬な人物でも十万行くらいは貯めることができることを意味する。また、下級級代謝を出した家は、頑固と呼ばれるようになり、食薬の免除や、罪を金で買うことができるといった数々の特権を持っていた。これらの点から、 一族の指定に学問を叩き込んで下挙官僚に押し上げることは最も得する商売であったとも言える。この現象は召喚発罪では罪を発するとも言われた。占有降落と召喚発罪はどちらも次第部の実態であった。その後、僧から王朝が移り変わっていったが、元を除いて次第部が政権の中枢を担ったことには変わりない。 民から清にかけて、市大部が新たに共信という階級を形成し始める。共信は、基本的には、市大部と同じであるが、より地方での権力者としての意味合いが強調された、語である。中には、私兵を持つ者もおり、祖国藩、李公将らの将軍、外軍などは、清王朝後期の堕落した、正規軍に代わって、内遊外観に対処できるほどの実力を備えた。 共振は、家去が廃止された後の中華民国でも勢力を保持したが、中華人民共和国が成立して消滅した。しかし、現代中国においても、次第部の意識は残っているとされ、中国共産党のエリートは、現代の次第部とみなされることが多いとされる。ありがとうございます。